池。なんか空いた。何があるかな。何が食レポしやすいか。結構メニュー感じですよね。でも麺に走っちゃう。麺って一番難しい。熱いの無理なんだけど。すぐ食べれないけど。あ、そうなんです。私アイアンとか全部打ち方変えてで。打ち方変えたんですよ。前は払い打ちしてたんで、ティーアップしちゃうとその球が浮いちゃう感じになっちゃうんで、打ち込むようになってからティーアップしてちゃんと打ち込めるようになったんで、グリーンとかでスピンめっちゃ効きやすくなって、でティーアップするようになりました。ずっとさ、ティーアップしてなかったよね、本当に。中学ぐらいからずっとだよね。本当にね、打ち方めっちゃ変わったでしょ。変わった。めっちゃみんなに言われるんですけど、スイング変わったねって言われるんですけど。変わった。嬉しい。ミリちゃんと知り合ったのは3、4ヶ月前です。3、4ヶ月の割には、さっちゃん抜かすぐらいの仲です。あゆちゃんって憎たらしい感じだけど。可愛いんですよ、めっちゃ。超連絡来るんですよ。ミリちゃんに会いたいとか。可愛くないですか？本当に。なんかすごい言われてるんですけど。愛されてる。うまくいきました。弱いです。めっちゃナイスだったな、あそこのアプローチ。うん、重かった。めっちゃ重かったですね。めっちゃスピード効いて。私もそっち行きました。ああ、あゆちゃんのせいだ。仲良し。好きですね。好きだよ。ストレートには。もう隠し撮りされてる。食べてる時に絶対撮られてる。どけー。あ、続いた。カーやばいね。砂入ってないですよ。バンカー入ることはないから、別に左行っても大丈夫だし。いいですか。なんすかそのたまに出る敬語。愛ちゃんじゃないと思った。なんか大きそうじゃない？ないですかね。ユーティリ？なんか左の曲がりが強くなってさ、困った時とかないの？あります。なんかもうなんだろう。右向いてこう回してくるじゃん、まあ言えばめっちゃ曲がり幅が強くなっちゃって、ありますあります。最初のうちはまあいいんだけど戻ってくるだろうみたいな、だけど戻りすぎっていうか、なんていうの、もはやちょっとフックみたいなさあるじゃん。それをやめようかなと思った時とかないの？でもそれはないですね。なんかでもアイアンとかは基本的にほぼストレート気味なので、だからそんなにない。はい、いいね。じゃあ私はもうドローで失敗して、なんか右にフェードにしたいと思って、フェードやろうと思ったらスライスやって、でまたちょっと捕まえたくてドローやってみたいな感じの繰り返しで、結局今はドローだね。でも結構日によって違うのだけど、こうだん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 こう曲がり幅をこうどん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 ちっちゃくしてってる感じ。もうひたすら韓国人のスイングと服見て、うわこんな綺麗でこんな可愛かったら楽しいだろうなと思ってニヤニヤしてます、いつも。自分お母さんが韓国人なんですよ。韓国語喋れるじゃん。ペラペラじゃないですけど。すごいはせよみたいな感じ。そうです。いいの羨ましい。めちゃめちゃ大きかったです。もうこれしかできないです。グリーン外れてるかなと思ったけど。外れてなくてよかったですそうですね。本当にバーディーパットない。いつもレモンティー。いや、なんか今日はレモンティーです。なんか今日乾燥してるから、なんかちょっと甘い方がいいかなと思って。私も乾燥してるから、あったかいのがいいかなと思って、白湯持ってきた。なんかこうやって体に気を使ってるんですよ。したらこういう美ボディが生まれるんですよ。年上だからやっぱ気使わないと1個しか変わらない。どんどん置いてくからなんなら顔をミリのがつけてる10歳ぐらい化ければそれはきついねでも制服とか着たくないもんね。でも全然着れそうです。気持ちが無理。着たいです。あ、じゃあ今度さ、ラウンドするときこう制服調のスカートにこう白いポロシャツみたいな感じでリボンつけてさ、普通に高校生に戻りたい。楽しかった。あ、まあそれは。韓国の何が好きなの？韓国ドラマが一番好きです。あれは見てよ。イケメンですね。超前向き。あのジェルミ。うん。ジェルミ好きなんですよ。超冷たいってわかる？これちゃんと見てないとわかんないわ。あのアイスのとこがあるの。超冷たいみたいな、ビビンバの CM の時とか、混ぜてとか言うんだけど、めっちゃ可愛いのそれ。そこの場面が思い出さない。そこしか覚えてない。イケメンですね、ミスさん。超面白かったあれは。今韓国ドラマ3つ見てます。掛け持ちしてます。掛け持ち？バイトみたいな言い方したけど。知ってるワイフと30なのに17ですみたいな。やつと青い海の伝説はもう何も引っかかってこない。青い海の伝説は今までのドラマで一番好きです。好きなタイプ。好きなタイプ。好きなタイプは仲良くしてほしいよね。何でも一生懸命頑張ってる人。が好き。いいですね。愛ちゃん。私。何を照れてんの？何を照れてんの？めっちゃ言ってくれる人。なんかさっちゃんどんな人が好きなの？自分好きな男性のタイプ気になりますね。でも好きになった人ですよ。それつまんないね、ごめん。でも優しすぎない人です。どういうこと？ M なの？かもしんないです。やだ。M。本当可愛いんだよ。待って、M ってどっち？そこ。一応ドローで行こうと思ってるんですけど、左には落としたくないので、木の、左サイドからドローしていけばいいなって打ちたいと思います。本日2回目のワンタッチでした。大丈夫。左足下がりで結構なんかフルスイングしたら多分ダフるか手前かなと思ったんで一つ番手上げてハーフスイングしたんですけど、ちょうどピンのところに落ちてキャリー出ちゃったんで、あとラフだったんでスピンも効かなかったんでちょっと大きかったです。でも手前にショートするよりは乗ってちゃんとパーオンさせれたんで良かったです。頑張って2パットで終わらせよう。バーディーは無理だ。あ、今いくつですか？ここまで。イーブンです。あ、イーブンですか？2台しか買わない。そうですよね。愛ちゃんすぐ曲がるから曲がらないが持ち味だから。そうです、言葉で。そう、言葉強い。平和に行こう。はい。ます。ナイス。おい、みんなめっちゃバチられてる焦げてる場合じゃない。後半頑張ります。4バーディー、1ボギーで結構長いパット入ってるんで、後半もこの調子で頑張ります。出だしの方ちょっと悪かったんですけど、最後の方バーディーも1個取れたんで、ちょっともうちょっと後半頑張って、ちょっとアユに負けないように頑張ります。多分アユ後半ロングパット入ってくれないと思うんで。いや今日は入れる。前回やばくなかったですか、私。前回やばかった。やばかったですよね。前回いくつだったの？本当にすごかった。82とかやばかったから今回マジで頑張んないと思う。結構朝から必死だった。ノーボギーだったのでよく頑張ったなと思います。はい。後半もお昼挟んでしまうので流れが変わらないように。自分らしく頑張れたらいいなと思います。お昼の時間になりました。ゴルフ場に感謝の気持ちを込めて今から食レポしたいと思います。で、前回やったことある私とみりちゃんが先にやるので見ててください。で、みりちゃんから始めます。見てください。いや、まず見た目からすごい。ちょっと半熟でふわふわそうですね。食べたいと思います。いただきます。すごいコクがあります。とってもまろやかです。中は多分ケチャップライスですね。ケチャップライスなんですけど。すごい合います。どういうことですか？いや、合わなそうなのにすごい合う。今回は担々麺じゃないんですけど、すごい食べちゃう。オムライス食べます。で、実は私一番の大好物はオムライスです。いただきます。めっちゃ卵がふわふわで口の中で卵が溶けました。ねえすごい美味しいです。お花畑にいるみたいこれはみりちゃんに勝ちました、今回。絶対負けてるよお願いします。鶏の黒酢照り焼き膳を頼みました。すごい野菜と鶏と日本、ご飯とお味噌汁ですごい健康的なヘルシーなランチになりそうです。はい、食べます。いただきます。そういうの言えるクローズしてなくて程よい照り焼きでご飯に相性バッチリです。美味しいです。ご飯食べます。ステーキ膳を食べやすい。いやね鉄板と肉と刺身ゃんとお肉と幸。お肉が柔らかくて。口の中でとろけてきて、ソースもすごいお肉に合っていて美味しいです。ご飯食べます。美味しそうでも。美味しそう。美味しいです、すごい。ぜひ食べてみてください。以上です。せーの。別れた。おありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。